間質液とは、多細胞生物の組織において、細胞を浸す液体であり、細胞外液の内血液とリンパ管の中を流れる、リンパ液を除く体液である。組織液、細胞間液、細胞間リンパ液とも呼ばれる。血液により運ばれた酸素や、タンパク質などの物質は、毛細血管壁を介して、間質液へと拡散した後、間質液から組織の細胞へと拡散する。 リンパ管内の体液のみをリンパ液という場合もあるが間質液との明瞭な区別はなく海外では間質液をリンパ液と呼ぶことが多い。間質液は血管膜を通して抗湿浸透圧と筋などの圧力の変動によって静脈に主に水分と血液ガスが再吸収されタンパク質や老廃物ウイルスや癌細胞などの異物など分子量の大きいものは リンパ管に吸収される。人一人の体内には、平均11リットルの間質液が含まれ、細胞へ栄養素と酸素を運ぶとともに、老廃物やに酸化炭素を運び去っている。タンパク質、アミノ酸、糖類、脂肪酸、コエンザイムホルモン、神経伝達物質、電解質及び細胞からの老廃物を含んだ水溶液である。 組織内の細胞と血液との交換によって成分が変化するため体の部位ごとに成分は異なる。血液のすべての成分が組織側へ染み出すわけではないため、血液と間質液の成分は異なる。赤血球、血小板、血小タンパク質は毛細血管の壁をあまり通過できない。したがって血小が間質液の主成分となり、他に白血球の一種である。 リンパ玉も含まれる。炎症が起こると血管壁等化性が更新し、血小板や白血球が血管壁を通常より多く通過する。血液の代表的な成分である血小は、毛細血管の血管内皮にある細胞間の間隙を通して、間質液と自由に混ざり合う。このため、血小と間質液の成分は非常に近い。心臓によって、 生水圧が起こされ、毛細血管から水分が押し出される。大きな溶質は毛細血管壁をあまり通過できないため、浸透圧の差ができる。水分は浸透圧の低い側から高い側へと化学平衡に達するまで移動する。これにより水分は血管内へと戻る。血液は毛細血管内を常に流れているため、化学平衡に達することはなく水分の移動は、 起こり続ける。毛細血管の部位によって二つの力のバランスは違いがある。毛細血管動脈側では生水圧が浸透圧よりも大きいため、全粒束としては水分、溶質が間質液側へ流れる向きとなる。毛細血管静脈側では血管内圧が低くなるため硬質浸透圧の圧が強くなり、全粒束は物質が 脳細血管側へ戻るる向きとなるこの違いは、血流の向きと、間質液へと流れ込む水分の全粒束が起こす溶質の不均衡とによるものである。静脈とリンパ系が間質液の循環の役割を担っている。静脈に再吸収され、余ったタンパク質などの高分子を含む細胞間リンパ液は、リンパ管の切れ目を通過し、リンパ節を経て、 最終的には静脈へと介される。間室液の循環が不調をきたすと重力の影響によって足やかかとに臓皮病などで見られるような不死を起こすことがある。血圧と血中ナトリウム量の関係について教えてください。ありがとうございます。